おはようございます、シエルです。今日は引きこもりデーの一日なんですが、朝から自分を甘やかそうと思ってチーズケーキを。ご存知でしょうか、セブンイレブン史上最高に美味しいチーズケーキ、バスクチーズケーキ。これすごい美味しいんですよ。238円。1回食べてハマりました。ハマりましたと言ってもこれが2回目なんですけども。そしてホットミルクに、私が最近ハマっているカルディで購入したアールグレイキャンディス氷砂糖のシロップ漬けですね。こちらを今日は入れていきたいと思います。瓶の蓋開けるだけですごいいい香りがする。ふわーってたっぷり入れていきたいと思います。このマグカップはフランフランで購入しました。朝はいつも紅茶を飲むんですけど、ここ数日で学校がお休みになったじゃないですか。学校の給食で出すはずの、ね、牛乳がものすごく余っていると聞いたんですよね。私は牛乳がものすごく大好きなので、早速牛乳を買って朝は牛乳を飲むことにしました。私すごい猫舌なんですよ。普通の人が温かいと思うものでね、やけどしちゃうんですよ。なのでホット系のドリンクは結構いつもねビビって飲んでるんですけど、スタバとかのカップの小さい口のとこあるじゃないですか。数分間ぐらいずっと空気吸ってますもん。怖くて飲めないんです。この間ホットのタピオカを買った時も、あれストローついてくるんですね。もう怖くて吸えなくて。ということで、甘くて美味しい。牛乳ってホットにするだけでも甘み増しますよね。さらにこのアールグレイキャンディスのおかげで香りと甘みが増して美味しい。ご覧ください、こちらがチーズケーキです。いただきます。朝ごはんです。ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキの間みたい。チーズケーキといえばミスターチーズケーキっていう、日曜日と月曜日の朝10時から数量限定で販売されているものがあるんですよ。すぐ売り切れちゃうみたいで美味しいんだって。なんかそれを食べたいなと思って。最近結構引きこもりなんですが、海外ドラマ1日10話ぐらい見る人だから、もともと引きこもりか、もう飲料はなのかもしれないんですが、なんかやっぱ体動かさなきゃなと思って。本当はさ、ちゃんと筋トレとかした方がいいんだろうけどさ、全然できないんですよ。でもね、ちゃんと体は動かした方がいいななんて思います。カルディに行った時は探してみてください。チーズケーキはセブンイレブンに売ってるので、見つけたらぜひ。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。